おはようございます。ダイスチャンネルダイスです。今回はリネージュ2レボリューションやっていきましょう。今回はコードの端末で召喚石の使い方とモンスターコアの必要性についてやっていこうと思います。ダイス、現在持っているのが花セル島とグルーディオ地方のレア召喚石なんですが、レア召喚石の中を見てみるといろんなモンスターがいるんですよね。で、どのモンスターを倒せばいいのかっていうのをモンスター図鑑からそのモンスターの情報を見て決めていこうと思います。なぜそうするかというと、モンスターによって上がるステータスが変わってきます。今回行くのはグルーディオ地方なので、ここで見ていくと各モンスターでコアを登録した時にステータスの上がるものが変わってきます。今回はクリティカルを上げたいのでカクトゥスを倒しに向かいたいと思います。レア召喚石なんですが、レア召喚石のかけらから生成することができます。レア召喚石のかけらを見ると生成することができるのが話せる島、これだと20個ですね。20個レア召喚石のかけらが集まって作るとレア召喚石になります。レア召喚石のかけらはモンスター図鑑を埋めていった時の報酬でもらえたり、エリアのボスモンスターを討伐することで落ちたりしますね。ということで今回はカクトゥスを選択して魔物を召喚しています。こうすると赤いクリスタルが出てくるので、このクリスタルをタッチして空間をねじ曲げてエリアチェンジで中に入れます。パーティーも組める状態で始まりましたね。カクトゥスコアかなり落ちますね。この周りのモンスターは無限置きではなくて一定数倒すと出てこなくなってしまうんですが、さっき選択したカクトゥスもこの奥にいるので、最初は周りのモンスターを倒してカクトゥスに向かいます。コアの他にも装備類だったりソウルストーンだったりも落ちたりしますね。で、この右側に行くとボスのモンスターが1体湧いているので、それを倒して、もう少し、はい、これでまたカクトゥスコアが手に入ります。でボスモンスターだけは1体だけなんですけれども、周りにいたボスモンスター以外のモンスターは一定数湧いてくれるので、いなくなっても探索するとまた出てきます。制限時間は30分です。30分以内に一定数モンスターを倒すともう湧かなくなって終了っていう形になったり、30分の時間が経過すると時間経過で終了になります。周りのモンスターは結構湧いてきてくれるので、歩き回って探したりしてアイテムゲットしに行ってます。右の青いところがボスが湧いていたところですね。左側から出てきたところに召喚石があるので、戻るときはそこを使ったり、あとは時間経過で出たりっていうのをするんですけど、ルーンのかけらが落ちましたね。アイテムもソウルストーンだったり今のルーンのかけらだったり、装備品もコアと一緒に落ちたりするので、効率的にコアを集めるにはいいんじゃないかなと思います。レア召喚石のかけらはウィークリークエストの達成の報酬として、ウィークリー達成モンスター召喚石ボックスをもらえるので、1日ウィークリークエストだと進行が10回可能なんですよね。で10回で確か1ボックスもらえたりするので、そこからもゲットできたり、あとは友情ポイントの交換でフルーティオレア召喚石は交換できると思います。召喚石のかけらでもなくて、エリアのボスモンスターからレア召喚石が召喚石の形で落ちたりもするので、集めるところってそこくらいなのかなと今のところは思ってるんですが、他にもあったらぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。そうこうしているうちにだいぶコアが落ちてますね。このコアを使って図鑑、モンスター図鑑にコアの登録をして、今回はクリティカルのステータスを上げていくっていう形です。危ない囲まれちゃった。
クリティカル以外にも防御力だったりいろんな、モンスターによって効果が違うので、それをまた選んで召喚石でこの実験室でコアを集めたりとか、あとはここに来なくても普通のエリアでモンスター討伐をしながらコアを集めたりっていうのもできますよね。あとエリートダンジョンとかでもエリートダンジョンにいるモンスターもコアが落ちたりもしますので、結構コアっていろんなところでは落ちるかなと思うんですけど、このレア召喚石を使ってモンスターを選んでくるとそのモンスターのコアがかなり手に入るっていう印象です。はい、だいぶ空いちゃった。これまだいけそうですね。今5分経過でアデナ獲得って出てるあたりに何分の何っていうのが表示で出たりするんですけど、それが今何個かな、うわー落ちてるけどまだ出てないですね。こっちにもいる。もう15分の9、モンスター登場15分の9なのでもう少し出てきます。怖っ、来たー、やばい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 。グローブ、はい、アイテムも結構コア以外にも落ちますね。あとはアデナが少しずつ出るのと EXP 経験値もちょっとずつ入っていくので、はい、コア集めながらっていうのは個人的にはすっごい楽しいので、ここに遊びに来るの私は好きなところです。もち待ってまだちょっと落ち着いたかな。あ、いたいた。地図上を見ると赤い点が出てますね。4体で1グループぐらいな感じで湧いてるのかな。4体かなと思ってたんですけど4体ぐらいっぽいですね。いやー、待って囲まれてるよ。よい、ちょっと落ち着いたと思ったらいた。ここ6体とか湧いてる。なんか数が重なってる。はい、ダメージ。今経過が7分経過で残り23分、15分の12なのであと3、もうちょっとで終わっちゃう。モンスター登場の数も出るんですけど、一定数を超えた時にこのアナウンスも今みたいな感じで表示が出るので、これで終了かもしくは制限時間が過ぎて終わりかっていう形になります。うおー、びっくりした目の前に湧いてた。周りに湧いてる。コアも出てますね。どれぐらい上がるのか、モンスター図鑑の登録が今から楽しみです。もうちょっとこっち、あとはボスが湧いてた方かな。はい、お、これで全てモンスターを全て倒しました。でボタンをタッチすることでここから出れますっていうことなんですが、入ってきた時に触ってきたあの赤い召喚石クリスタルからも出れるんですけど、出口ボタンからもこのダンジョンから出ることができます。これでもう湧いてこないんだよね。終わっちゃいました。これでもモンスター湧いてこないです。終了。でここから出ようと思います。これで実験室から出たり出口ボタンから出たりして元に戻るんですけど、先ほどアジトから入ったんですが、こうダンジョンから出てくると普通のフィールドに戻ります。でもアジトに戻って早速モンスター図鑑の登録していきたいと思います。赤いクリスタルは30分経ってないので残ってる形になります。ここからモンスター図鑑からグルーディオ平原で、今回のカクテス1回入れると14クリティカルがアップ、レベル1、レベル2で28倍ですね。3で42、レベル4で56、レベル5で70と7個という形で、今回はクリティカル0から70まで上げることができました。
モンスター図鑑を埋めていくことで完成度に応じてまたレア召喚石のかけらが手に入るので、生成してレア召喚石を作ってまたコアを取りに行くことができます。で、一度出てしまうとの召喚石からはもう中に入れなくなります。モンスター図鑑を埋めるとまたレア召喚石のかけらがゲットできて、そこから生成してレア召喚石になるので、またかけらを集めて召喚石を作って遊びに行こうと思います。とですね、決命ランキングが7位になりました。ありがとうございます。決命のアジトは決命員さんではなくても遊びに来れるところなので、よかったら皆さん遊びに来てください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントお待ちしてます。それではまた、 See you!